ソマリ航空の飛行機開業当時の塗装ソマリ、航空はソマリアのモガリッシュに本拠地を置いていた航空会社である。その後、2012年より運航再開の準備が始まり、2013年12月に初の機材が納入される予定である。1964年にアリタリア航空との合弁で設立された。当初は、 ビッカーズバイカウントや DC-3 を保有し、ボーイング707型機のリースを受けていた。後に国有化され、路線を拡大していったが、1991年のソマリア内線によって運行停止になった。なお、ソマリ航空の運行停止後、アラブ首長国連邦に本社があるダール航空が実質的なフラッグキャリアとなっている一方、1998年に、 10波航空がモガリ州に設立され運航を継続している。以下は1991年以前の情報である。アフリカ中東ヨーロッパ設立当初は、ビッカーズバイカウントや DC-3 などのプロペラ機を保有し、ボーイング707型機のリースを受けていた。後に、エアバス A310 や、フォッカー海27ドルニエドゥ228なども導入されていた。 ありがとうございます。